拡散されたキャプチャ画像を大まかに再現したもの、働いたら負けかなと思ってるわ。2004年に日本で生まれ流行したインターネットミーム。このフレーズは2004年9月に富士テレビの特ダネで放送されたニート男性へのインタビューから生まれた。 放送当時、ニートはネット流行語対象候補に選ばれるなど、新しい社会問題として世間から関心を持たれ、始めていた。取材を受けたニート男性は、丸刈りで、尖った歯を覗かせながら、常に薄ら笑いを浮かべているという風体だった。インタビュアー、いつまで、この生活を続ける気かニート男性、働いたら負けかなと思ってる、ニート男性。 今の自分わかってると思います勤労の義務を堂々と拒絶するその姿勢は当時としては衝撃的なものであり、ほどなく番組のキャプチャ画像やアスキーアートが熱狂的な勢いでネット中に拡散するに至った。このニート男性はニートを象徴するアイコンとして一躍時の人となり、2チャンネル界隈では知らないものはいないほどの存在となった。その後、ニートの存在が 社会的に広く認識されるにつれ、働いたら負けというフレーズもネット空間に定着していった。このニート男性の消息は、高い関心を寄せられながらも長らく不明で、失踪説や死亡説まで出ていたが、2011年1月22日に、突然、D ちゃんと名乗りスーツ姿でニコニコ生放送に姿を現した。配信内で彼は、現在30歳で、 就職活動中であること、パソコンを持っていないためネットでの盛り上がりをほとんど知らなかったこと、例のフレーズは自分が考えたのでなくパックリであることなどを明かした。ニートを卒業してしまった彼の姿に視聴者からは伝説は伝説のままでいて欲しかったなどと残念がる声が上がった。商品化された双葉卿の働いたら負け T シャツを着る。 女性2007年7月に発売されたアニメやてのごとくのキャラクター CD ファーストシリーズ三三千院なぎに収録されているお嬢様のザレごと日常会話編の中で三千院なぎによるうむ、働いたら負けかなと思っているというセリフが収録されている2011年にはゲームアイドルマスターシンデレラガールズに登場する 脱力系女子アイドルの双葉京が、働いたら負けと書かれた T シャツを着用し、2015年より商品化もされた。2017年頃から、当時 LINE 執行役員の田端慎太郎が、ニート男性が自身であると主張しており、池田隼人や山本一郎も、その主張に賛同していた。しかし、風貌や経歴が、全く一致しないことが指摘され、2018年1月3日に、 田畑は、この主張を取り下げている。ありがとうございます。